はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ニキータです。5月10日金曜日のモスクワの日中の気温は12度、最低気温はプラス1度となっております。まだ肌寒いモスクワですが、アパートでは急遽集中暖房が戻りました。今度は逆に暑くなりすぎて大変になりましたが、そんなモスクワを後にしてダーチャにやってきました。ご覧のようにダーチャまでの大部分は一本道となっており、広大な自然が広がっております。この空の大きさがロシアの魅力ですよね。来週の週末には気温も20度まで上がると予報には出ていますので、もうしばらくの辛抱です。ということで今回も時事ネタを届けいたします。いつものようにどうぞラジオ感覚で最後までお付き合いください。まずは戦況からお伝えいたします。いつものようにフロリダのサーネさんのテレグラムチャンネルから5月9日時点での前線の状況をお届けいたします。ところで最近 YouTube の規制が厳しくなっていますので、画像の方は今回から極力少なめに表示することにさせてください。まず最初に、昨年プリゴージンの乱の後アルジェリアへと配属されていたスロービキン大将がロシアへ帰国することになったというプチ情報をお届けいたします。プーチン政権が新しくなりましたので、新たな組閣として呼び出されたのか、あるいは先月ティムル・イワーノフ副大臣が汚職で逮捕されましたが、タイミング的に見てこの事件にも関連するのかもしれません。つまり当時プリゴージン氏やスロービキン大将が言っていた国防省内の非愛国的行動というのは、ひょっとして元イワーノフ副大臣の勢力のことを指していたのかなとも邪推してしまいました。またあるいはスロービキン大将は西側ではハルマゲドンと呼ばれている将軍ですので、戦術核の準備の件で呼び戻されたのか、この件憶測はつきません。彼が今後どういう役職に就くのか、新たな情報が入りましたらまた改めてお伝えしたく思います。それでは戦況です。まずは一番北にあたるハリコフ方面からお届けします。この地点から未だにウクライナ軍はベルゴロド州の民間人に砲撃を加えているわけですが、これに対しロシア軍も空爆や砲撃、ドローンにより攻撃を加えている模様です。このルースコエ T 式では、ロシア軍がウクライナ軍の多連装ロケットシステムバンパイアを破壊している映像があります。ウクライナ軍はこのチェコ製の多連装ロケットシステムを使い、街にロケット弾を撃ち込んでいます。そしてその北のスロボジャンスコエでは、ロシア軍の3発のファブがウクライナ軍の陣地を爆撃しています。ロシア国防省によれば、キエフ政権のロシアのエネルギー施設に損害を与えようとする試みに対抗して、ロシア軍はウクライナのエネルギー施設と軍産複合体に対し集中攻撃を開始したとのことです。この攻撃は空軍及び海軍の高精度の長距離巡航ミサイル及び極超音速ミサイルキンジャール、そしてドローンにより実施されたとのことです。次は一番南のヘルソン方面です。クリンキの対岸にあるイワーノフカ近辺で、ロシア軍がウクライナ軍の一時配備地点を軽量多目的ミサイルエルムールで爆破している映像が出ております。次はザポリージャ方面です。ラボーチノではほとんどの地域をロシア軍が取り戻しておりますが、この村の北部の地点でロシア軍は重火炎放射器システムトスでウクライナ軍の陣地を爆破しております。次はその北にある南ドネツク方面です。ウラジアイノエは中心部にまでロシア軍が迫っていますが、ウクライナの情報源によれば、スタラマイオールスカへの南西部と西部のこの3地点でウクライナ軍が撤退し、ロシア軍が前進して陣地を築いたとのことです。またロシア国防省もそれを裏付けるように、ロシア軍のボストーク部隊がより優位なポジションを制圧し、ウクライナ軍第72機械化旅団と第123領土防衛旅団による2度の反撃をウラジアイノエとスタラマイオールスカヤで撃退したと発表しております。一方のウクライナ国防省だけが11度に及ぶロシア軍の攻撃を撃退したとのみ伝えており、防衛線が突破されたことや領土を損失したことには触れていないようです。ロシアの軍事特派員は、敵軍の反撃にもかかわらずロシア軍はウラジアイノエの南部とスタラマイオールスカヤの西部方面へ攻撃を加えていると報告しております。次はマーリンカの北部のクラスナガローフカです。ウクライナの情報源によると、ロシア軍がペールババマーヤ通りに沿って前進している模様です。この現在のウクライナ軍の陣地の形を見ると、アブディエフカやバフムトを思い出してしまいますが、この後ロシア軍がこの矢印のように南北から攻め入れば、ウクライナ軍は包囲されることになります。いつものパターンですが、ウクライナ軍司令部は撤退命令を出さずに、取り残された部隊は撤退が遅れロシア軍にやられるか捕虜になるかということになりますので、危険を感じたらウクライナ軍兵士には司令部の命令を待たずに撤退してほしいものです。次はアブディエフカ方面のウマンスコエです。サーニャさんはこの情報が届いたばかりで編集が間に合わなかったようですが、新ウクライナ
派のドイツのビルド氏が伝えたところでは、ウマンスコエをロシア軍が制圧したとのことです。ビルドによれば、ウクライナ軍は西の方へと撤退していったようですが、それを証明する映像も上がっております。次はアブディエフカ北西部のアチェレーチノですが、9日には前線の変更はなかったようです。ただ、サラビヨーボの南部のこの地点では、ウクライナ軍が対戦車砲でロシア軍の戦車を撃破する映像が出ているとのことです。そして北部のナバ・アレクサンドロフカの南東部のこの地点では、ロシア軍の突撃部隊に対し、ウクライナ軍がドローンで爆弾を投下している映像があることから、ロシア軍が確実にこの領域に入っていることが証明されたとサーニャさんはおっしゃっていました。次はチャソフヤールですが、ここでは1週間以上前線に変更が出ていない模様です。ロシア軍が夜間にこの地点にファブを投下している映像が出ております。またカリンカの周辺ではロシア軍のドローンがウクライナ軍の歩兵に攻撃を加えている映像があります。ということで以上5月9日時点での前線の状況をお届けいたしました。5月9日はロシアでは対ナチスドイツ戦の勝利を祝う戦勝記念日でした。本件については日本でも報道されていると思いますので詳細は省きますが、ロシア軍の公式情報によれば、この戦争でのロシア軍を含めたソ連軍の負傷者は1144万4100人、死者は866万8400人、そして占領地域における民間人の死傷者数は1368万4700人にも上ったそうです。まさに壮絶で悲惨な戦争でした。これだけの被害を出してファシズム政権に打ち勝ったのが79年前のことですが、元ソ連の構成国であるウクライナにファシズム政権が2014年に誕生し、なんと21世紀の今、同じ元ソ連構成国のロシアと戦うという普通では信じられない状況がもう2年以上も続いております。今回はその元ソ連の構成国のウクライナで動きが出ていますのでお伝えしたく思います。現在のキエフ政権はソ連の構成国であったという歴史を否定するかのように、一部過激派の人々がナチスドイツに協力してソ連と戦ったという歴史をまるで国家全体の歴史のように掲げて、歴史を知らない若者などを中心に洗脳しております。ソ連時代にはキューバ危機で有名なフルシチョフ書記長を輩出し、クリミアをウクライナ領に定めたことや、ソ連共産党の中枢にはウクライナ人がたくさんいたことなどは完全に無視されております。ゼレンスキー大統領自身もロシア語が母国語です。そして彼のおじいさんセミョン・イワーノビッチ・ゼレンスキー氏は、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国連邦のドニプロペトロフスク州のクリボイ・ローグ氏に1924年に生まれました。そして18歳になった1942年に兵役に就き、対ナチスドイツ戦、いわゆる大祖国戦争でソ連軍の軍人として戦いました。セミョン・ゼレンスキー氏は、迫撃砲小隊の指揮官を務め、その後、第57近衛ライフル師団の第174連隊のライフル中隊の指揮官を務め、組織的に優れた指揮官と評されており、2007年5月8日にロシア国防省が機密解除した文書によれば、戦闘中に大隊が西ブーグ側に近づいた時、彼は自ら移動中に浅瀬を発見し、敵の激しい砲火の中、一人の損失も出さず中隊全員で一気に川を渡り、すぐにドイツ軍を丘の方へと押し込み始めたと記載されており、その功績により赤星勲章を授与されました。2019年5月9日、大統領になったばかりのゼレンスキー氏がその祖父の墓を訪れた際のことを、当時のガゼータ .ru が取り上げております。ゼレンスキー氏は自身のインスタグラムにアップし、次のようなコメントをしていました。今日、私は祖父セミョン・イワーノビッチ・ゼレンスキーの墓にいます。彼は戦争のすべてを経験し、ナチスからウクライナを守った英雄の一人として、私の記憶に永遠に残っています。私たちが退役軍人や祖父母のことをほとんど覚えていないのは残念です。私たちは毎日彼らに感謝しなければなりません。今日は5月9日です。これは私たちの感謝祭です。ナチズムの非人道的な思想が永遠に過去になったという事実に感謝します。ナチズムと戦った人々のおかげで勝利しました。ウクライナ人の勝利への貢献はナチズムに対する勝利を祝いましょう。私たちは生きています。以上ですが、ナチスドイツに打ち勝ったソ連軍の中でもウクライナ軍の貢献は大きいと堂々と書いています。この当時、まだ彼自身は戦争ではなく本気でロシアと話し合いで
で解決したいと考えていたのだろうと思わせる内容でした。ウクライナではマイダン革命後、ポロシェンコ初代大統領が2015年に5月8日を追悼と和解の日として祝日にし、9日は平日に変更しました。そして昨年の2023年、ゼレンスキー大統領は5月8日をナチズムに対する追悼と勝利の日と改名し、9日は欧州の日に改名しました。欧州では5月8日を対ナチスドイツの勝利の日と定めていますので、欧州に合わせたということですが、ゼレンスキー政権は東方正教会のクリスマスも1月7日から西側のカソリックに合わせ12月25日に変えていますが、今まで国の伝統を守ってきた国民にとってはたまったものじゃありませんよね。5月9日付のレンタ .ru によりますと、実際に9日には禁止されているにもかかわらず、キエフの栄光の公園にある永遠の炎に喧嘩する人々がいたそうです。そしてある年金生活者はソ連の国旗を持って栄光の公園を訪れたところ、警察官に止められ行政違反の切符を切られたとのことです。このように今のウクライナにはもはや自由も民主主義もないのは分かっていますが、今までの伝統や歴史的行事しきたりを捨て、すべての足並みを欧州に合わせようと必死になっている孫の姿を見て、セミョンおじいさんは天国で複雑な思いをしているのではと想像してしまいます。そのゼレンスキー氏ですが、コメント欄にゼレンスキー暗殺計画があったとのことですが、詳しい情報がありましたら知りたいですとありました。正直その時点では私もこの情報を知りませんでしたので、探ってみることにしました。しかしまあ皆さんから非常にレベルの高いコメントや温かい応援のコメントをたくさんいただき、この場を借りて感謝いたします。それでは5月7日付のニュース .ru からお伝えします。このゼレンスキー氏暗殺計画を発表したのは、ウクライナ保安局 SBU でした。SBU によれば、同国の防長部カウンターインテリジェンスと協力し、陰謀を企てた容疑で、ウクライナ国家安全保障局 SGO の大佐2名を拘束したとのことです。この国家安全保障局は、ウクライナの高官や政府機関関係者を護衛する組織だそうですが、SBU はこの2名の容疑者、アンドレイ・グク大佐とデルカチ大佐は、ロシア連邦保安庁 FSB に協力していたと主張しています。この2人は、スーミ州の復活祭に出かけた際、に拘束されたとのことです。 SBU によればこの2名は特別軍事作戦開始以前から FSB とつながっていたとのことで、彼らが直接手を下すのではなく、ゼレンスキー氏のセキュリティに近い軍人の中からゼレンスキー氏を人質にとって殺害できる人物を探していたとのことです。またウクライナ保安局 SBU はそのテレグラムチャンネルで、この2名はゼレンスキー氏に加え、主要情報総局のキリル・ブダーノフ長官と SBU 長官のワシーリー・マリュック長官の命も狙う計画を準備していたと発表しています。その計画の内容は、ブダーノフ長官のいる場所へミサイル攻撃を行い、その後ドローンで生き残った人々を始末し、最後に別のミサイルを放ち、残った痕跡を消すといった内容だそうです。そして SBU は、この2名がこの任務のために FPV ドローン、携帯式対戦車敵弾発射機、RPG の砲弾、そして対人地雷を保有し、 FSB の管理人との会話を録音することに成功したと主張しております。ウクライナ保安局のこの発表ですが、どうも腑に落ちない点がいくつかあります。まずこの大佐2名と FSB 関係者の会話録音があると発表してはいるものの、それを公表しない点で、録音があれば決定的な証拠ですからここぞとばかりに公表するはずですが、それをしようとしない点、そしてこの発表は7日に行われましたが、水曜版でお伝えしましたように、ロシア内務省は5月4日つまりその3日前にゼレンスキー大統領を指名手配したばかりです。指名手配を行うということが暗殺にどうつながるのか疑問が残るところです。またブダーノフ長官やマリュック長官はすでにテロを企てた容疑でロシアで欠席裁判が行われ、有罪が確定しております。さらに言えば、昨年のクリミア橋での爆破テロ事件の直後、ブダーノフ長官はロシアに命を狙われ、キエフの主要情報総局本部に極超音速ミサイルキンジャールを撃ち込まれており、一時は死亡説も出回っていました。また SBU のマリュック長官もクロッカスでのテロ事件勃発後にロシアに命を狙われ、キエフの保安局の隠れ家にこれもまたピンポイントで極超音速ミサイルツァルコンを撃ち込まれております。ロシア側としてはゼレンスキー大統領を含めキエフ政権の要人たちを指名手配しており、彼らを生き捕りにし裁判にかけるのが目的であり、暗殺が狙いであれば彼らの居場所を特定することは容易ですので、とっくに防空システムで守りきれない極超音速ミサイルをピンポイントで発射したりしていることでしょう。このウクライナ保安局は米国の中央情報局のウクライナ支部と言っても過言ではありません。
そういった視点から考えると、録音した証拠があると発表しつつ、証拠は決して公開しない点、そしてブダーノフ長官やマリュック長官をミサイルやドローン、そして証拠隠滅のためにとどめのミサイルで爆撃するという残忍な発想セオリーから、なるほど、いつもの彼らのやり口だと推察できるようにも思います。また報道によれば、ウクライナ国家安全保障局の大佐2名を逮捕したことで、責任問題としてそのトップであるセルゲイ・ルージャ長官の解任問題が浮上する可能性があるとも言われてましたが、ゼレンスキー大統領は9日、予想通りルージャ長官を解雇しました。本件独裁化を進めるゼレンスキーサイドが、政権の警護を行う部門のトップを行きの届く人物にすり替えるために仕掛けた政治絡みである可能性も否定はできません。とにかくロシア側は戦場では前線を西へと進めており、さらに勝利に向けて本格的な攻撃をこの夏にも実施すると言われている中で、あと10日もすれば大統領の任期が切れるゼレンスキー大統領を突然暗殺する理由はないようにも思います。こういった観点からも、ロシアによる暗殺計画説は全くリアリティがないとしか思いません。一方で、 SBU が発表する前日の6日、ロシアでは対外情報庁から気になる情報が発表されていました。6日付のリアノーボス氏からお伝えいたします。ロシア対外情報庁 SVR は、米国がゼレンスキー氏の後任探しを強化していると報じています。今までにこのチャンネルでも何度か対外情報庁について触れましたが、この機関が発する情報は信頼度が高いです。 SVR 報道部によれば、米国は現在欧州連帯党のポロシェンコ党首及びキエフのクリチコ首相との関係を確立しており、またウクライナ大統領府のイェルマーク長官との間でも秘密工作を進めているようです。そしてまた、ザルージニー元ウクライナ軍最高司令官やウクライナ最高会議のヌミトリー・ラズムーコフ元議長などともコンタクトを取っており、前線の状況が急激に悪化し、指導者の緊急交代を要する場合には、これらの人々が必要となる可能性があると考えられると報じております。つまり、米国は軍事的失敗が明らかになった場合、その責任をゼレンスキー大統領にかぶせ、その代わりにこの5名の候補者リストから代わりの代表を選ぶものと予想されます。また対外情報庁は、この状況において米国政府の主な任務は、新西側政策の失敗に対するウクライナ国民の失望が深刻に高まるのを防ぐことにあると指摘し、ゼレンスキー氏はウクライナ国民の心と心を守る戦いに明らかに負け始めている、そして特に5月20日に5年間の任期が終了した後、大統領としての正当性は完全に失われることも考慮しなければならないと分析しています。その一方で、西側は戦争資金調達計画が確立され、キエフ政権の代表者と西側兵器メーカーの双方に膨大な収入をもたらしていることから、ゼレンスキー氏の継続を今のところは望んでいるだろうとも指摘しております。まさにこのために、西側はポロシェンコ前大統領やクリチコキエフ市長などのゼレンスキー氏の反対派に対し、当面は動きを自制するように説得している状況とみなしています。ポロシェンコ前大統領はスポンサーたちからの合図を待っていると、このチャンネルでも以前お伝えしましたが、この情報で裏付けされたように思います。最後に、 SVR 対外情報庁は、米国の本音は実際のところ誰がキエフ政権崩壊後のウクライナを率いるかなど気にはしていないという事実を隠そうともせず、彼らにとって重要なのは、国家元首がロシアとの戦争を継続できること、そして最後のウクライナ人まで戦争をやめないことにあると分析しております。やはり戦争屋というものは変わり身が早いと言いますか、非常に冷血ですからね。ウクライナがどうなろうが関係ないわけです。その一方で、9日付の SPV ツァルグラッド .TV に興味深い見解がありましたので、ご紹介したく思います。記事では次のように報じています。この暗殺計画の陰謀が、ウクライナ指導者自身のボディーガードのチーム内で直接成熟したという事実は、彼の政策に対する不満がかなり高いレベルまで浸透していることを示唆している。ゼレンスキー氏は多方面で同時にネジを巻きながら選挙を中止し、権力を維持することに決定したことで、国内のエリートのみならず、ウクライナでの民主主義のストーリーが特に重要な西側諸国も敵対させたのだ以上ですが、やはり最近ゼレンスキー氏は自分が生き残るために西側スポンサーの全ての命令に従っているのではなく、独自に動き出している気配が感じ取れます。まさにそれを証明するかのように、ウクライナ国内では動きが活発になってきているようです。ゼレンスキー氏は9日、ザルージニー元最高司令官をウクライナ軍から解雇し、その後で英国大使に正式に任命しました。ザルージニー氏がまだ軍に席を置いていたとは意外でしたが、やはりライバルは国外へと追放するようです。
そしてさらにウクライナ最高会議は同じく9日、ゼレンスキー氏による戒厳令と動員をさらに90日間延長する法案を採択し、その日のうちにゼレンスキー氏が署名し、戒厳令を8月11日まで延長することに決定しました。いやー、これには私も驚かされました。せめて議員たちにはまだ常識、良識というものが残っているものと期待していたからですが、すべては戦時中というキーワードで法を無視してなし崩し的に進めてしまうという独裁政権化が予想以上に深刻化している模様です。そしてさらに最高会議は特定のカテゴリーに該当する受刑者の動員に関する法案も承認しました。ついに囚人を正式に動員することになったようですが、最高会議はさらに軍への登録を行わない人々、軍の登録データをアップグレードしない人々、軍登録事務所に出頭しなかった人々に対し、最大2万5500グリブニャ、約10万円の罰金を課す法案を採択しました。海外に避難している対象年齢の男性は不在のまま罰金を課されることになるそうです。このように足りない兵力をまるで絞り出すかのようにして集めようとするキエフ政権と議会ですが、戦時中という印籠を振りかざせば何をやっても許される独裁的な社会となり、自由や民主主義などどこかへ吹っ飛んでしまったようです。しかし独裁が強まれば強まるほど、それに対する反発もさらに強まり、目覚めた軍人や国民たちが立ち上がり、次のマイダン革命が起こるのもそう遠くはないような気がしてなりません。ただ気になるのは、我が祖国日本の首相が日本国民の大金をこの政権の支援に使うと米国に約束してしまったことです。自由や民主主義のためという戦争屋に都合の良い賞味期限切れのフレーズはもはや使えない。今どういう大義名目で大金をキエフ政権へ垂れ流すつもりなのか、あるいはまだメディアを使って国民を騙し続けるのでしょうか。キエフ政権が自滅崩壊し支援先がなくなることまでを想定しての米国との約束であることを期待するばかりです。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルの登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。